6割。だって6割しか入れてないもん。6割？うん。あ、登るのも。うん。あ、そうなの。そら十分じゃん。今20やろ？うん。いや、今あの耐久と熱と、うん、そうそう、を測ろうとして、21はいらない。いらん。あとは 20の8とか、やっぱこれでいけないかな。じゃあフォーカスビルもちょっと安い、柔らかい、しっかり握ってるし、ね、消費電力もあまり多くなさそう。左に倒れるのかな、まだもうちょっとペラがでかくなった分、今抑えたんよ、うん、でもあれ風の影響じゃ、風の影響やと思ったけど、こっちで上げてみて、ペラがちょっと止まるのかなって感じがするっちゃけど、今完全にスロットル切っとうけど、回りようのは回りよう、うん、ちゃんと回る、いいかな、ただ縦系に入れてないけん、あ、全然温まってないね。じゃあ十分や、うん、負荷はかかってないってことやね。あとアンプだけ、うん、モーターは問題なし、あとはバッテリーが上がってないか、あ、バッテリーも全然受信機電源、うん、うん、だから受信機電源と外付けベックが入っとうけん、ダブルで入っとうけんで、サーボが落ち着かんで言ったけん、電圧をちょっと上げて、ちょっとよし、ドキつく、サーボが高トルクですね、うん、だからせっかく高トルクやけん、ちょっと電圧を上げてみました。で、あとバッテリーの残量がどんなもんなのか見ちゃって、27% 27% 4分、そんなん使うと、うん、27、結構使ってますね、やっぱり。あ、ワンフライトギリギリか、ギリギリやね、そうやったら結構使ってますね。それちょっと使ったんですね。うん。